どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆころです。皆さんモンスターポイント足りてますか？まあ今ね、シバドラゴンとかね、あとはアマージュとかモンボって使い道めちゃくちゃ多いじゃないですか。でまあ入手する方法が本当に少なくてね、例えばガチャ引いてゲットしたりとか、あとは最近で言うとね、ちょっとね編成難易度高い代わりに令和降臨を周回してね、スタミナで、ね、8で周回したりとか、いろんな方法あると思うんですね。で今回はですね、もう限りなく編成難易度も低く、かつモンポをねランクできるね方法があるので紹介していこうと思います。で今回は特にシバダラ欲しい人とか、あとはまあ結構先になるんだけどアマージュ欲しい人とか、まあアマージュ入手するのはね正直言ってこの周回方法だと結構大変で、まあ結局だいたい1時間でよくて10万ぐらい、10万ちょいぐらいなんで、まあだいたいアマージュはゲットするのに50時間ぐらいかかるし、石もかなりかかりますと。ただシバダラが欲しい人とかだったらね、この方法を使ってもらえればかなりおすすめなんで、ぜひ参考にしてください。で今日モンポ集める方法なんですけど、こちら動画にもある通りね、パズドラアイランドです。ここでですね、今3000モンポのキャラがドロップするわけですね。で3000モンポのキャラがまあ一周運良かったら1体落ちて、まあ運悪かったら0体なんですけど、まあこれでね、周回ができると。で今回はですね、このパズドラアイランドの周回編成を紹介していこうと思います。で、周回するのは中級か上級のどちらかでお願いします。上級以上はもったいないんで回る必要がありません。石効率を考えない人は上級で OK ですし、スタミナ効率考えて周回したい人はもう一択で中級を回ってもらうようにしていただければなと思います。はい。で今日使う周回編成はこんな感じになります。はい。で今回2パターン紹介していきますね。まずこれ1つ目がダンジョンボーナスを23個詰め込んでガンガン殴っていく編成になります。はい。でもこれね、正直このズラシ編成とポチポチ編成はもうほんと時間効率かスタミナ効率かって感じで、まあスタミナ効率考えるとこのズラシ編成の方が圧倒的に強いですね。でこれ代用は無限にあるんですけど、まあ一応先に PDC 紹介しておくと、テンプレがこんな感じになります。でんこちら今多分 PDC 出てると思うんですけど、とりあえずこちら使ってもらえれば大丈夫となっております。はい。これ旦那さんの編成をお借りしてるんですけど、まあ、これが一応ダンジョンボーナス23で一番理想編成かな。で多分この編成を見た時にね、うわ俺組めないわって言ってると思うんですけど、別にこんなはっきり言って代用は無限で、まあ一応ねサブの、ダンジョンボーナスキャラに関しては暖房3つ持ちのキャラを使ってあげれば OK で、アシストもダンジョンボーナス武器をつけてあげれば OK です。で今回周回するパズドラアイランドなんでね、1コンボ組んであげれば全部の敵倒せるので、一応今回の編成はナイトを使ってあげて1コンボすることで、こんな感じでずらし周回ができるわけですね。だから理想としてはナイト武器をつけたこの編成が上がってくるって感じです。まあ、ただ別にですね、例えばじゃあナイト持ってませんとかですねっていう人に関しては、もう本当アシストをダンジョンボーナス武器サレネとか適当に変えてあげて、で1コンボ普通に盤面で組んであげれば OK です。まあ、その分パズルがちょっと増えてしまうので面倒くさくなってはしまうんですが、まあ、こんな感じで1コンボ組んであげればこれで倒せるわけですから、まあ、もしねどうしてもナイト武器とかないよって人は1コンボ組んで代用すれば OK ですね。はい。で6階層、ここはねラルグ打ってあげてブレスで突破で、7階層はずらし、これで突破って感じになります。でこのラルグに関してもね、パーティーの闇属性の攻撃力がある程度ないと、まあ、花火じゃないわとブレスで突破できないんですが、ここもね別に1コンボしてあげてラストまた1コンボしてあげればそれで倒せる話ではあるので、まあ、代用したい場合に関してはもうほんと代用好きにしてもらって大丈夫なんで、とにかくダンボさえ積んどけば OK って感じです。でね、何よりね令和降臨とかの周回編成に比べると、まあ、ダンボ積むだけでいいので、まあ、やっぱり編成難易度はかなり下がりがちなんですね。だからもうとにかくダンボ積みまくって殴ってくって感じで OK です。はい。まあ、一応これがね、さっき紹介した理想編成になります。はい。まあ、まさに僕もねないと思ってないんで、このハローキティの一枠をサレネ武器で代用してるんですが、まあ、それでも問題なく周回はできるので、まあ、とりあえずずらし編成周回したい人はダンジョンボーナス進みまくった編成で、まあ、ひたすら暖房でねずらしていくのが理想になってきます。でしかもこれだけで周回できるのでめちゃめちゃ楽ですね。でなんならね、そのね、なんて言うんだろう、ストレスないのはやっぱりずらしなんだけど、タイム的には1コンボしていこうが圧倒的に早いので、そうだからなんかと、だって見てわかるじゃないですか、こうやって1コンボ組むのがもちろんねめんどくさいけど楽なのは楽、早いのは早いので、もしね代用してる人は、まあ、逆に言えばなんだけど、そっちの方がタイムとしては早くなるから、まあ、デメリットばっかでもないよっていう感じで捉えてもらえればいいかなと思います。なので詰めるだけの暖房を積んであげてベロアキック突破していってください。でもほんとね6階層7階層も例えばラルグじゃあ詰めないよって人はね、こうやって1コンボ組んでいけば倒せますので、ぜひやってみてください。
で、これでですね、まあ実際に周回してあげるとわかるんですが、ちょっと今回落ちてないですね。ただ運がいいとドロップするって感じで、さっきの編成が上級中級対応したずらし編成になります。で、続きましてダンジョンボーナスが18個に減ってしまうんだけど、その代わりポチポチで周回できる編成ですね。タイム的にもまあストレス的にもこっちの方が楽なんで、スタミナ効率気にしない人はこっちがおすすめで、石効率気にしてる人は絶対にずらしがおすすめって感じになります。はい。で、この編成はもう本当にリーダーのハローキティにグリムジョー積んで、あとは全員2ポーン継承です。はい。で、ひたすらもうブレス打って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 、でもう一回最後ベロア継承のグリムジョー打ち返すっていう編成になっております。はい。で、まあここに関してもですね、スキルブースト4つ持ちのゼラキティが一応最強ではあるんだけど、もちろん代用してもらって OK。まあ、ダンジョンボーナス3つ持ちのまさに大魔女ハローキティとか、まあ、あとはスキルブーストさえ足りてれば大丈夫なんで、サレネキティとかベラーキティとかで代用してあげてください。とにかくテューポン打ちまくってラストグリムジョー返してっていう編成になります。まあ実際にこちらもねやっていこうと思います。はい。で、こちらの編成は中級限定ですね。はい。まず最初にグリムジョー打ってあげて、はい。で、フレンドのハローキティ打ちます。で、あとはもうテューポンを打ち続けるだけですね。ひたすらテューポンを打ち続けてヘイストしまくります。7階層ダンジョンなんでラストね1個スキル返す必要があるんですよね。で、今回の場合はグリムジョーを返すまでひたすらヘイストしつつ固定ダメージで殴り、はい。で、ここもハローキティのテューポンで殴り、で、ラスト大魔女ハローキティ継承のグリムジョーを打ってあげて突破です。はい、こんな感じ。これで周回ができる編成になっております。本当内容としてはめっちゃシンプルで、で、これでアルビダが落ちるとなんと3000モンポなんですね。だから別にダンボ18でも圧倒的に楽な周回、あ、もうちょっと何してんの俺、圧倒的に周回としては楽になるので、まあ、正直個人的にはポチポチがおすすめかな。個人的には、まあ個人的にはだけど、ポチポチがやっぱり楽なんで、石効率気にしないでいいなら、まあ絶対ポチポチの方がいいかなって感じです。まあずらしもありなんですけどね、やっぱどうしてもね、そのめんどくさいんで、ちょっと毎回ずらすのが、まあ、なので僕のおすすめはポチポチって感じになります。はい。で、まあこんな感じでひたすら周回してあげると、で、もうほんと早いし楽なんですよ。一周40秒ぐらいのね、ポチポチだったら、ずらして50秒ぐらいかな、ずらしが50秒ぐらいだったはずで、ポチポチが確か40秒ぐらいかな。で、周回ができますと。で、これでタイム見ていきましょう。こんな感じで、はい、またしても落ちましたね。で、これでタイムがだいたいこんな感じ。39秒とか40秒とかですね。で、周回できて、この落ちたアルビダが、なんと3000モンスターポイント。これだからね、めちゃめちゃうまいんですよ。で、しかもですね、このおまけの副産物で、貝殻落ちるじゃないですか。この副産物で地味に貝殻が落ちるんですけど、これを使ってあげるとですね、なんと攻撃がゲットできると。これは副産物なんでおまけ程度にはなりますが、一応地味にありがたいよね。まあめちゃくちゃ周回頑張ればね、かき氷までいきますしって考えてもらえればかなり美味しいの伝わるんじゃないかなと思いますので、十分ね、アマージュとかあとはシバダラとか欲しい人はこの機会に周回してほしくて、で、例えばこの中級タカをね、ひたすら1時間周回し続けると10万モンポは超えますので、1時間10万モンポって考えたらかなりうまくない？だからぜひよかったらね、この機会にパズドラアイランドの方周回するようにしていただければなと思います。はい、まあという感じでね、今回はパズドラアイランド周回編成を2パターン紹介する動画でした。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。